は松下グループの提供でお送りします。将軍暗殺を阻止した五郎公一行は、事の真相を突き止めるため東海道を西に向かい、御湯の宿場に差し掛かった。私だってね、こんないくらにもならない大釜な公職はないんだよ。どうしても勘弁してほしいんならね、おかみさん、飯盛り女を探してる旗も知ってるんだがね、口を聞いてやってもいいんだよ。おり、インコお金貸し、おらろ、おくしてるよ、やかましい。お願いです、金子さん、時速は今日中に必ず測ります、約束します。期日をきっちり守れない奴の約束なんか。300両の借金を返せと言われたらいかがいたす。万一このことが駿府ご城代に知れれば、江戸に帰るどころか命取りだ。借金を返す期日は明日。早々に手を打て。は、金五郎さえ始末すれば金はいくらでも手に入る。さすがはお代官、恐れ入りましてございます。何が鬼だ、金五郎のやつ、己の金で刺客が雇われるとはまさか思いもよらぬであろう。お見受けいたします。魔法、何者だ。金五郎さんの借金取り立ての手伝いの者にございます。借金の取り立てだと。金五郎さん、お代官、大木様の借用証文にございます。金三百両を確かに借用するものなり、大木頼む。返済期日は本日ですな。利息と一緒に返していただきますから。おのれ、お代官に対して何たる無礼、許せん。お黙んなさい。借金を踏み倒そうと闇討ちを仕掛け、挙句の果てにとぼけようとは、武士の風上にも置けぬ呆れ果てた了見じゃ。ええ、黙れ黙れ黙れ、この者どもきっとらえ。助さん、格さん、金吾郎の命を奪わんとしたこと、すでに明白じゃ。駿府城